お姉ちゃんが鬼ね。ちょっと待って。私は桜木優乃、小学5年生だ。双子かしら。そっくりな顔しているわね。妹のシノとは一卵性双生児の双子なんだ。そんな私たちは少し特殊な問題を抱えている。はいはい、ストップ。走り回ったダメっていつも言ってるでしょ。ごめんなさい。つまんない。怪我をしても珍しい血液型の2人は輸血できないんだからな。あなたたちのことを思って言ってるのよ。そう、私とシノはボンベイ型という珍しい血液型の持ち主で、その割合は100万人に1人だとも言われている。当然だけど、今までボンベイ型の人とは出会ったこともない。そんなの言われなくても分かってるよ。たまには思いっきり走ってみたいな。だからパパもママも過保護で、走り回ることすら許されなかった。ユノ、シノ、ドッジボールやろうぜ。ボール遊びは禁止されてるの、ごめんね。そっか。少しでも怪我するリスクは防がないといけないから、いつもこんな誘いも断るようにパパとママから言われている。だけどやる。よっしゃ、人数足りなくて困ってたんだよ。シノはママたちの言いつけを守らずやる気満々だった。何かあってからじゃ遅いのに。ダメだよシノ。いいじゃん、ちょっとぐらい。私は必死で止めようとしたんだけど、いた、嘘、鼻血。シノが払いのけた手が顔に当たり、私は鼻血を出してしまった。んなもん、ティッシュ詰めればいいんだよ。ユノは大げさなんだから。その放課後、血を出すなんて。あれほど気をつけろって言っただろう。お姉ちゃんも私を見習っておとなしくしてればいいのに。そんな、シノのせいで血を出してしまったのに、シノは知らんぷりで怒られているのは私だけ。私はパパとママの言いつけをちゃんと守ったよ。偉いな、シノは。ユノもシノを見習いなさい。愛想がよく世渡り上手なシノは私よりも可愛がられている。私はそんなシノのことが実は大嫌いなの。違うよ、私はシノがドッジボールに行こうとしたところを止めたの。そしたら手を払いのけられて。話作らないでよ、自分が悪いくせに。だから私はパパとママに真実を打ち明けたけど、シノは全く認めようとはしなかった。もう我慢できない。本当のこと言ってよ。シノが原因を作ったんだから。意味わかんない、巻き込まないでくれる。いつも言われっぱなしで限界を迎えた私は、ついに取っ組み合いの喧嘩にまで発展してしまった。こら、やめないか。万が一輸血が必要になったらお互い助け合わなくちゃならないんだよ。そんなお前たちがいがみ合ってどうする。分かったら仲良くするんだ。はい、うん。結局喧嘩はパパによって止められたのだった。さっきはごめん。その後、さすがにやりすぎたと思って私はシノに謝った。だけど、はあ、お姉ちゃんのせいで怒られたじゃん、最悪。え、仕掛けてきたのはそっちの方でしょ。シノに反省している様子はない。私はお姉ちゃんが輸血が必要になっても助けてあげなーい。あ、そう、もう知らない。本心なのかはわからない。でももう何を言っても無駄だと思った私は諦めて眠りについた。やっほー。どう、眺めがいいでしょう。うん、とっても綺麗だね。いいか、無茶はしちゃダメだからな。週末、私たちはパパの提案で登山にやってきた。運動を全て我慢させるのも健康に悪いと連れてきてくれたんだ。あ、あの鳥綺麗。あれはルリビタキだな。幸福の青い鳥と呼ばれているんだぞ。こっちには珍しい花が咲いてるわよ。普段見慣れない動植物を見て私はリフレッシュできた。今日はお弁当作ってきたの。わあ、私の大好物ばかりだ。たくさん食べるんだぞ。シノの大好物は私の大好物でもあるの。だからこんな時はいつも取り合いになる。でも、いただきます。うん、おいしい。ママ天才。嬉しいわ。今日はママがたくさん作ってきてくれたから、そんな心配もいらなさそうだった。今日はシノと喧嘩せずに過ごせそうね。ちょっとトイレ行ってくる。私も。気をつけるんだぞ。走っちゃダメよ。わかってるわかってる。数分後、私たちはトイレに行きたくなって、二人で公衆トイレに向かった。トイレまで競争。ユナが負けたらおかずの唐揚げちょうだいね。え、さっき走っちゃいけないって言われたばかりなのに。だけど、それが失敗だった。パパとママの目がなくなった途端、シノは競争しようと言い出したんだ。言いつけを守らないといけないけど、シノに負けたくもない。この時、私は少し意地になり、シノの挑発に乗ってしまった。唐揚げを取られるのも嫌だったから。だけどその時、絶対負けないんだから。え、信じられないことに、シノは私の体を押したんだ。そして、嘘、あれ、身を乗り出した先は崖だった。どこかに捕まろうとしてももう手遅れ。重力に逆らうことなどできるはずもなく、私は真っ逆さまに崖の下へと落ちてしまった。その最中、たくさんの石にぶつかって私の全身に激痛が走った。落
落ちながら、シノの声が聞こえたけれど、その表情はわからない。きっと、いつものように笑っていたんだろう。そして私は、地面へ落下した。体が動かない。私、どうなっちゃうんだろう。強い衝撃を受けた私の、そこからの記憶はない。今の声は何だ？シノ、そんなところに立ってたら危ないわよ。お姉ちゃん。こんなことになるとは思いもしなかった。私はちょっといたずらをしようとしただけだったんだ。お姉ちゃんが下に。下ってまさか落ちたのか。崖は少しだけの段差のように見えていた。でも私がお姉ちゃんを押した場所は想像よりはるかに高い崖だったんだ。シノ、何があったのよ。こんなつもりじゃ。ユノ、しっかりしろ。血がすごい量。お姉ちゃん。その後私たちは崖の下のお姉ちゃんの元に向かったけど、お姉ちゃんはピクリとも動かない。危険な状態であることは明らかだ。あなた、早く救急車を呼んで。こんなに怪我をして、だからいつも危険な真似はするなと言っていたのに。そしてパパは急いで救急車を呼んだんだ。奇跡的に骨や内臓に異常は見られない。だが頸動脈を枝で切ってしまったようだな。出血が止まらん。まあしかし輸血すれば問題ない。お姉ちゃんは無事だったけど、輸血の必要があるみたい。普通の人なら何も問題ないんだろうけど。この子の血液型は、ユノはボンベイ型なんです。なんだと。そう、私とお姉ちゃんはボンベイ型。輸血なんてそう簡単にできるものではない。今この病院にボンベイ型の輸血用血液はないぞ。やはりダメか。今から血液センターに問い合わせるか。いや、それじゃ間に合わないな。他に手立てはあるんですよね。少し考えさせてくれ。そんなに難しいの？私は頭では理解しているつもりだった。だけど実際危険な状態になってようやく実感した。私たちの血液型がどれだけ珍しかったのかを。医者なら何とかしてください。大事な娘を助けて。俺は医者であって神ではないことを覚えておけ。だが最善は尽くす。大丈夫だよな。ユノは助かるよな。ユノ。お姉ちゃん。お姉ちゃんを命の危険にさらし、ママとパパをこんなにも悲しませた私は最低だ。私はいつも自分勝手なことばっかり。お姉ちゃんには何度も止められたのに。そんな私が今できることは一つしかない。私の血をお姉ちゃんに分けて。私のせいだもん。何？姉妹ともにボンベイ型なのか。シノ、私しかお姉ちゃんを助けられる人はいないんでしょ。そう、私に流れるこの血だけがお姉ちゃんの命をつなぐことのできる希望なんだ。だがそれは容認できない。一人のドナーがいても無理なんだ。手術には大量の血液が必要で、お前の身の安全が保証できなくなってしまう。それでもいい。私の血を使ってほしいの。私のたった一人のお姉ちゃんなの。私の血を全部使ってもいいから、お姉ちゃんを助けて。先生も言っていた通り、それだとシノまで危険に。いいよ、お姉ちゃんが助かるんだったら私は何だってする。はい、授業で作ったキーホルダーあげる。やったー。お姉ちゃんはいつも優しかった。お腹痛いよ。ほら、温めてあげるからおいで。どんな時もそばにいてくれて。お姉ちゃんのもーらい。もう、シノは本当に食いしん坊ね。何をしても笑って許してくれた。そんな優しいお姉ちゃんだったのに、私はパパとママを独占したかったの。ごめんなさい。過去を思い出すと浮かぶのはお姉ちゃんの笑顔、そして自分自身のひどい態度だった。シノがそこまで言うなんて。先生、私からもお願いします。シノの思いを尊重させてください。パパ。するとパパもママも賛同してくれたんだ。わかった。だが先に言っておく。最悪お前も姉もどちらも助からない可能性もある。その覚悟でいろ。はい。そして私の血をお姉ちゃんに輸血することになったんだ。お姉ちゃん、ごめんね。絶対私が助けるから。横たわるお姉ちゃんはとても具合が悪そうで、見たこともないくらい青白い顔をしていた。それじゃあ始めるぞ。お願いします。痛いことが大嫌いな私だけど、この時は恐怖も感じず、ただひたすらお姉ちゃんの無事を願っていた。私が全部悪いんだ。お姉ちゃんが助かるといいな。あれ、ここは病院？なんで私はここに？気がつくと私はなぜか病院のベッドで横たわっていた。見慣れない風景に戸惑っていると、ユノ、よかった、目を覚まして。頑張ったな、もう大丈夫だぞ。私はシノに押されて崖から落ちて。泣きついてきたパパとママを見て、私は次第にあの時の記憶が鮮明に蘇ってきた。シノは？シノはどこ？ユノ、あのな、もう少しで命を落とすところだったんだよ。パパやママに怒ったって仕方がないと分かっている。でも私は怒りで興奮を抑えることができなかった。シノは？別室にいるんだ。別室？どう
うしてここにいないのよ。私をこんな大変な目に遭わせたっていうのに。だけど妹はお前に大量に血を分け与えたんだ。お前にはおよそ1リットル以上の輸血を施した。え、シノが？しかも1リットル以上って。病室にいたお医者さんは信じられないことを言い出した。大丈夫なの？1リットルって体の血液の 50% を超えてるじゃない。体内の血液量の 30% 以上が失われると命に危険があると聞いたことがある。11歳の血液量は約2リットル。とてもじゃないけど無事じゃ済まないはずだ。それにシノはどうしてこんなこと。私にはあのシノが私のために血を分けてくれたことが信じられなかった。シノはこっちだ、ユノ。シノはここで寝てるよ。嘘でしょ。私の代わりに。ベッドで寝ているシノにあの生意気でいたずらっ子な面影はどこにもない。私はこの状況を飲み込めなかった。私はお姉ちゃんが輸血が必要になっても助けてあげない。何かあっても助けてくれない。そう言ってたじゃん。血はあげないって言ってたじゃん。なのにどうして。シノのバカ。ユノ、ユノのせいで危険な状態になったのは紛れもない事実だけど、こんな結末を私は望んでいない。戻ってきてよ。私の唐揚げ好きなだけ食べていいから。輸血をする前にシノ言ってたぞ。お姉ちゃんが助かるなら何だってするって。これまでのことも反省してたわ、シノ。せめて最後くらい笑って話せたらよかった。私はそんな後悔をしながら泣きわめいた。だけどその時、お姉ちゃん、くすぐったいよ。お姉ちゃん、シノ、シノ無事なの？血を1リットルも抜かれたのに。なんとシノは生きていたんだ。私は目の前の光景が信じられなかった。俺の友人に感謝するんだな。どうも。その時部屋の入り口に立っていたのは担当してくれた朝霧先生と怪しいお医者さんだった。私は珍しい血液型の血液を集めるのが趣味なものでね。それでも足りない不足分は妹の体からもらったぞ。もちろん体内の血液量の 15% 以内の量だがな。この怪しいお医者さんが持っていたボンベイ型の血液のおかげでシノから取ったのは適量の血液で済んだみたいだ。でも趣味って。これで一つ貸しですからね。何かあったら協力をお願いしますよ、朝霧先生。いいだろう。そうだったんだ。生きててくれてよかった。私たちはすれ違ってばかりだったけど、本当はお互いを大切に思っていたんだ。その後私たちは二人とも退院し、いつもの生活を取り戻した。いってらっしゃい。行ってきます。私たちはこれからも助け合って生きてく。だって唯一無二の双子の姉妹なんだもん。